お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのデッキをね、はい、使っていこうかなと思います。というわけでやっていくんですけど、まあこのデッキはですね僕がね久々に作りました。はい、というわけで自作デッキですね。まあたまに変なの作るんですけど、久々にちょっとね結構良さげなやつをねまあ作ったんですけど、ほんと良さげなのかはねちょっとこうまあ今からね皆さんに判断してもらえればいいかなと、まあいうところでやっていきたいなと思います。本当はねこう新環境、火曜日にメンテナンスが入って、まあ、新環境になる予定だったんですけども、まあ、なんかこう、メンテナンスが今遅れてて、水曜日に、はい、環境が変わると、まあ、言ったところで、まだ新環境の動画は撮れてないですね。まあ、後日また上がると思うんですけど、まあ、なんか、ボンバー、ザッピー、ファイスピの3枚が強化の、ヒースピが、下方というような調整だった気がしますね。まあめっちゃ変わるって感じではないですけど、まあ若干、なんか若干変わりそう。トリトンとか、まあ言ったらスケドラとか、まあヒースピがすごい強かった環境なので、まあもうちょっと、なんかね、ヒースピとかトリトンとか、まあ加工してもよかったんじゃないとは思うんですけども、まあまあまあ、新環境ね、ちょっと楽しみですね、と。言ったところで、今回この僕の、多分ほとんどの人が思ってるんですけど、いや、何デッキなのっていうところですよ。まあ、何デッキなのっていう感じなんですけど、よいしょ、待って、めっちゃいいザップ。あ、このヒースピは？あはー、火薬できない。いや、待って、ウィザード強すぎ、OP、マンジー。はい、というわけで、まあ、主軸がないデッキっちゃデッキなんですけど、まあ、言うのです、言うの。攻めては言うのと、まあ、バルキリーもミニペッカもあるんですけど、こういうなんかカード僕好きなんですよね。なんかメインがないと言いますか。よいしょ。さあ、なので、まあ、削る方法としては、まあ、今みたいにウィザードがたまたま入ることもあれば、まあ、入らなかったら、こう、言うのだったりミニペで、まあ、フリーズはですね、もう本当に攻め振り。攻め振り。まあ、今みたいに防衛フリーズも、まあ、活躍すると思うんですけど、さあ、これ D から拾っていく、よいしょ。で、なんならこのミニペッカですら、攻めに活躍してくれそうですけど、どうしようかな。一回待っていいな。一回ちょっと待って、マジアチャでもね、回復させておきましょうよ、という感じですね。いやーね、ここのね、もうこのユニット残ってほしい。いや、残れ。OK。もうこれがね、僕のこのデッキの攻め方ですね。バルキリー U のミニペッカで攻めるしかないので、で、相手今これリクサイタので、ディガーしかいないんで、これにミニペッカ、そしてヒールスプリットを添えると、このね、ミニペッカがね、突破しちゃいますね。オッケー。あー、相手いいザップ。あ、でもこうやってリクがないので、ダメージ通る。相手のインドラはちょっと厄介ですけど、まあ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 。まあまあ、で、ここまあ、ディガー受け用に、バルーンか。ワンチャン？いや、ワンチャン耐えれそうだけどな。フリーズで固めて、いや、耐えれねえか。さすがに耐えれねえか。うっ、さすがに耐えれない。耐えれない。やばい。待って、イントラだけ気をつければ大丈夫。オッケー、ウィザードがめっちゃ強いね。ウィザード。あんま使わないですけど、ウィザードとかね。範囲、ラバに非常に強く、まあ、ここもね、フリーズ防衛が、まあ、あるというわけで、いやー、マジで、ネタデッキというか、なんだそのデッキはって感じなんですけど、まあ、使い方次第では間違いなく強いと思いますね。まあ、今回のラバみたいな感じで、陸行きが少ない相手には、まあ、バルキリー、ミニペ、U の、このね、まあ、絶対どれかは通るよねっていうところで、でコスト使わせればウィザードが来てくる。まあ、ちょっと楽しいですね。本当に僕好みなデッキとなってます。ぜひちょっと試してみてほしいですね。フリーズの使い方とか大事になってきますね。絶対にこう通らないところをフリーズを使って無理やり通していきますね。なんか、バルキリーミニペレイジとか、普通にミニペウィザードとかの戦術って結構止めにくいじゃないですか。なんか、バルキーとかミニペッカを、コウモリとか、ゴブリンとかで受けようとかしたら、スケとかでね、後ろからウィザード来たりとか、なんか、レイジーされて、多分おられたりとか、多分結構よくあると思うんですよ。それを、こう、ちょっとね、意図的にというか、狙ってやっていくデッキですね。さあ、よろしく、というわけで、ボーリーですね。ボーリーは、ボーラーとかちょっと厄介ですね。まあ、後ろからユニット合わせたいんですけど、
ミニペッカ同サイに裂いてもボーラーの石転がされるだけ、ウィザード同サイに裂いたらもしバルーン飛ばされた時に困るので、まあ、こんな感じでちょっと待ち気味でね、待ち気味でさ、ヒースピも使いつつね、まあ、ヒースピ今回下方されるのがちょっと痛い気もするんですけど、これウィザード出してワンチャンフリーズ警戒でね、あの離れた位置に言うの出したんですけど、よいしょ。で、カウンター、まあ、バルキリー一発入ってますね、でかい。で、ボーラーとか、重い系が出たら、単体ミニピンも出したいなと思うんですけど、てこれあれだな、ミニピンからの攻めフリーズできたら最高だったけど、まあ、コストがそんなないよねっていう。さあ、これは相手は許容、まあ、マジアチャで許容、で、カウンター意識。まあ、相手は、ナイトアーチャーでしたっけ、なんか、ボーラーがすごい厄介な印象を持てそうですね。だからボーラーは逆にフリーズしてしまえば、よいしょ、こんな感じでね。よいしょ。逆にこれが無理やり通します。このユーノの突進とかを使いつつ、で、ザップを使って、タギをちょっと変えつつ、OK。超ゴリ、超無理やりなんですけど、こうやって勝つデッキですね。さあ、陸がちょっと今、これでアーチャーか。いや、いいアーチャーだな、さすがに。で、マジアチャをスケラボーイに使いたいんですよね、バルキリーと。うん、そうっすね。なので、ここで、上は上で受けつつ、さすがに、これさすがにフリーズ攻めで、あ、打ってきたら、まあ、ザップでね、気合で防衛して、逆サイド攻めたいですね、僕としては。逆サイドを単体バルキリーとかでいいと思いますね。これで、ちょっとユニット探しつつ、あ、インフェルノタワー、あ、待って、これ、フリーズしたら、あ、ごめんなさい。フリーズしたら、今、インフェルノタワーに寄らないと思っちゃったっすね。余裕で寄っちゃった。うわぁ、いいボーラーだ。これ、ウィザードで早めに溶かさないと、イカれちまいますね。やばい、イカれる。ウィザード下向いて。いや、オッケー。いや、めっちゃいい、マジアチャ。いや、このデッキ、いや、まだ参りますよ。いや、これ勝ちてぇなぁ。ボーラーがちょっと厄介ですね、個人的に。さあ、まだ戦えそうですね。で、これ、端前言うのとかで、ちょっとね、まあ、フリーズなんで、このケツウィザード、ケツマジアチャが普通に嫌だと思いますね。で、これ、不意打ちフリーズして、よいしょ。これ、相手、え、めっちゃ入ってる。はい、来た。はい、グッドゲーム。やば、もう負けそう。誰がどう見ても負けそうなんですけど、勝てますね。はい、いやー、めっちゃいいな。めっちゃいい。ちょっと待って。充電がね、足りない。終わりそう。これで動画撮ってんのに、切れて、ボツになったらちょっと悩ますね。はい。危ないですが、まあ、そんな感じでね、ギリギリになるんですけど、帰っていきたいと思います。まあ、マジアチャで射抜いたりができますね。まあ、このデッキ最後の削りがね、まあ、難しいと思うんですけど、こう、バルキリー咲いたりとか、まあ、陸とかの逆サイドに、こうユニット割いて相手の視線をですね、だからまあバルキリーとか流れてたら、まあ、これにユニット合わせると思うんですよ。で、まあ、これにマジアチャをつけるだけだと、まあ、対応されやすいんですけど、一回逆サイユーノ飛ばしてユーノに視線を送ったところをこっち側マジアチャで射抜くみたいなね、まあ、そういったことも可能ですよねというところで、さあ相手は流行りのメガナイトロイフ、これ絶対勝てないんですよね。これメガナイトロイフだったら違う。マスキューの三角を、あ、親衛隊バルンだ。ワンチャン親衛隊はね、カモですね。なんか範囲攻撃が多いので、僕、よいしょ。さあ、これは射抜く。で、ここはまあ、ステイでいいっすね。バルーン来たらウィザード出すぐらい。で、ここヒースピで回復させつつ、よいしょ。相手陸受けは、まあ、トリトンか、トリトン回ってる？あ、親衛隊使いましたね。さあ、僕のこのバルキリーとウィザードが大活躍するときが来ましたね。ここ真ん中ウィズ出しつつ、ワンチャン攻めトリトン来るな。あー、後ろからか。後ろからで嫌ですね。まあでも、これランバーしかないのでトリトンか。これフリーズして、よいしょ。これで陸受けがないんですよ。で、相手雪玉なので、このヒースピも止まんない。おい、来た。しかも、見てこのウィザードの範囲がヤンキーすぎ。え？来た。やばない？呼ばないだって、こう、親衛隊バルーンって結構こう、有名なというか、最近すごい流行ってて、まあ、ちょっと前かな、めっちゃ流行ってて、こう、まあ、公式の大会とかでも使われるぐらい、こう、すごい強いデッキなんですけど、まあ、そういったデッキに対して、ボコボコにね、
こう有利を取れるという、非常にね今のところ魅力的すぎるデッキなんですけども、これ多分8枚トリトンで僕のマジ打ち引っ張られるんですよ。カモン、いや全然違った、ごめんなさい。これでもフリーズすればいいですね。フリーズしたらだってマジ打ちで全部守れるし、あ、危ない、ここ延命、ここ延命、うん、走れ言うの。オッケー、ういー、さあフリーズ最強で、これは、まあ、一回も芋っちゃえばいい気がしますね、ぶっちゃけ。守れば勝ち、みたいな。で、なんとなくザップ打って、うい、仕留める。で、まあ、ウィザードをどっちに出すかなんですけど、まあ、左ですよね。右に端打ちあげるので。で、そしたら、それは逆サイドに来るよね。で、これをもうフリーズで、ヒースピーも飛ばせたらダメ。いや、飛んじゃった。やばい、ちょっと待って待って。マジでちゃう？はい、ザップ？うい、来たー。いや、強くね？やばくないですか？これ、真面目に1から作ったんですよね。たまにパクって数枚借りとかあるんですけど、今回のこのデッキは真面目に、1からね、組んで作りました。ちょっとね、ワンチャン、あと2勝ぐらいならいけるんじゃないかっていう甘え心でね、ちょっと12勝を目指したいなと、思います。まあ、何がきついってか言われた時に、まあ、何でもきついんですけど、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ何でもきついんですけど、何でも勝てるっていうところはありますよね。何にでも勝てる可能性がありつつ、何にでもね、こう負ける可能性もあるというね、そういう大変なデッキですが。よいしょさ、いないと、スケベビ、スケルトンラッシャーマンかな。スケラはね、ちょっと嫌ですね、個人的に。なんか、イモられてイモられて、最後にスケラポイズン打たれる攻めとかをされると、ちょっと苦しいイメージがあるんですけども、真ん中スケ、うい、あ、違うんかよ、お前。俺のプレイがただただ一気になったやんけ。え、ナイトマスケ、あ、スケ回ってなかったのか。普通に回ってなかったですね。で、まあ、ポイズンかな。ポイズン、うい、バルキリー最強。あ、ポイズン当たってね。え、来た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 。これはね、めっちゃチャンスなんですけど、正直、ケツマスケに勝てないので、まあ、一回待って、待ちつつ、こっちにユニットを割いてくれた逆サイミニペからのスケが来るんで、ヒースピで、オッケーオッケー、これで多分もう相手終わってねえか。いやー、いい防衛してもらいます、ありますね、さすがに。はいはいはい。まあ僕の攻めがそう微妙だったか。まあでも、相手ないとスケタルババなんで、陸行きがね、まあそこまで優秀ではないというか、勝てそうだな、これ。だって言うので、真ん中スケ読みザップすれば終わりっすね、こんなん。いきます。はい。よいしょ。さあ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 。今日の僕はね、ちょっと調子いいですよ。プレイが生き生きしちゃってますよ。っていうところで、まあ、バルキリー当てましょうか。バルキリーしかないんだね。これなんならバルキリーミニペで終わり説ないですか。で、ヒースピー。あ、全然、あ、やばい。これ、普通にやばい。あ、でも、オッケー、タル使ってくれる。ここちょっと延命したいですね。延命してあげつつ、ちょっとうざいですよね、これ。ちょっとうざい。一回落ち着きましょうか、一回ね。攻めすぎは良くないですね。攻めすぎは良くないで、低めバルキリーで、スケラ打ちにくいよってアピールさせつつ、スケラ来る。で、マジアチャも出す。いや、このね、ベビーが、危ない、ベビーがね、そう、やばいですね。いやー、ちょっと待ってよ、ペースをね、逃げられると良くないですね。マジやっちゃう。まあ、今、ポイズン使ったから、後ろ合わせの、正直逆サイド狙いたいっすね。逆サイド狙っていきたい。いや、マジでぶっちゃけありますよね、これ。ぶっちゃけありますよ、これだって。先置きボムはね、分かってらっしゃいますね。まあ、ゴリゴリ、無理やりにでも突破しに行こうとする。いや、ワンチャン？いや、マジやっちゃう。いやー、いい防衛されますね。あー、くそー、待って、俺の最強自作が。いや、ベビー来たら8枚ウィザード押さえて。うわー、あれ早くマジアチャリ抜きたいですね。で、高めベビーかなんかが、あ、ベビー裂いたらでかい。マジアチャからの、タルババ来たら言うの連盟。お、来た、あるあるある。マジである。え、これだって、勝ち以外ありえなくない？この状況も。どうやったら負けんのっていう状況で、セミフリーズ欲しいな。セミフリーズ。残る。え、来た。しかもミニペか？いや、いい、残る。よし、しかも逆マイル。いや、めっちゃいいけど、これで来るな、スケラ。バルキリーと、
マジアチャで正直完封できる。一発、オッケーオッケー、いいよ。で、この間に、ユウの飛ばして、真ん中スキヨミザップ、いや、怖っ。一回待っていいな。オッケーオッケーオッケー。いいぞ、いいぞ、あるぞ、マジであるぞ、マジである。これ、結構、やんちゃか？あー、これやんちゃだな。タルババ読みヒースピー。やんちゃだが、いや、全然ある、全然ある。やんちゃぐらいがちょうどいいみたいなとこありますね。これ入れずに、耐える、で、ミニ、ナイトのターン。ほい。ほい。あるある、マジである。マジである。オッケーオッケーオッケー。あー、それちょっと厄介。いや、マジでありそうなんだけど、ありそうなんだけどな。いや、ザップ。いや、マジである。え？ないのか？いや、あと500でしょ。いや、来た、来た、こっち来んな、こっち来んな。いや、マジでやる、本当に。いや、やばっ！うえ？やばっ！なんで勝った？ちょっと待って、なんで勝ったかすごいわかんない。うわぁ、これで充電なくなるパターンだけはマジで避けたい。本当にやばい。携帯重くなってきたかな。やばい、1%しかない。充電がね、なんと 1% だったという奇跡ですね。はい、ギリギリ耐えてましたと。まあ、いうところで、ね、続きのね、この12勝目もね、やっていきたいなと思います。いやー、マジですごい負けそうになるんですけど、まあ、勝つ、これが大事ですね。もう、麦タンがそうだったんで、もう学びましたよね。負けそうになることによって最後に勝ち切る。てか、まあ、最後勝ち切るね、力が大事と。まあ、いうところで。いやー、いいね。ユウのバルキリー、ミニペ、どっかが決まる。で、ああいう施設突破できないんですけど、まあ、ジアチャでぶち抜いて、無理やりでもね、通していく。で、対空は、まあ、マジアチャとウィザードの2枚しかいないんですけど、まあ、2枚いれば正直十分。そして、まあ、ヒースピザップで、高回転、若干のね、高回転でもあるので、いやー、気持ちいいなー。なんで勝ったかわかんないけど、やっぱ止まんなくなってましたね、相手も。ギリギリ。てか、フリーズか。フリーズによってちょっと相手も、うわ、やべえってこう、なんかテンパり出してからの、最後止まんないよとね、言ったところで、よろしく。いや、これが多分12勝ですね。いけるぞ。なんかラバーとか来てくれたら美味しいな。バルーンがちょっと嫌ですね、バルーンが。そう、ウィズしかないので、バルーンに対して。ウィザードいない時とか、まあ、ウィズにディガーとか、なんかスペレで処理とかされるとちょっとね、これラバとかだったらなんかまだマシな感じがありますね。そう、親衛隊バルーンか、ただの高回転バルーン説がありますね。そう、相手もまあ僕のデッキは分かんないですからね、間違いなく。これヒースピでミリペ回復させてあげて、事故らせる。あ、雪玉か。いやー、これフリーズすればよかった。あ、でも相手、雪玉と、たるぐらいならあるかもしれないですけど。あ、雑報せ。あ、雑報せ。あ、いや、いや、でけえ。でけえっすね。まあ、マスケランバースケドラのバルーンですね。ランババルーンのトリトン型。なんかちょっと前にありましたね。さあさあさあ、というわけで、今バルーン来られたら、非常に苦しい展開ではあるものの、いやー、いいね。相手も待ってますね。スケドラが厄介、厄介かな。まあ相手もウィザード厄介か。まあトントンですね。多分、たる雪とか、ウッド雪だと思いますね。あれがね、個人的にすごい嫌ですね。まあ、ここは無理に出しゃばらず、一回後ろからしっかり行って、まあ、ヒースピだけ出しゃばる。いや、トリトンだけちょっとやってほしいですね。オッケー。さあ、でも、結乱ぐらいしか多分することないんですよ。結乱ではなく、端前ランバル。いや、これでもヒースピワンパンなんですね。ウィザード強え。で、ここもし雪玉来たら、ユーノが刺さるように端前ユーノして、オッケー。ザップ打ってまで。あいつだけは。オッケー。いや、でいけ。で、タルババか。あー、ウッドか。このヒースピもちょっといらないっすね。まあ、いけますよ。ウィザードフリーズでバルーン徹底ですね。まあ、ランバいなかったらウィザードだけでもいい気がするんですけど。まあ、あとは、419僕が削り切れるのか問題ですね。オッケー。バルキリーマジアチャ組みつつの、バルキリー、あ、親衛隊でしたね。新兵隊。いやー、あっちあっちだー、これ。あっちあっちだーけど、真ん中トリトン来ますね、これ絶対。さすがに分かってらっしゃるでしょう、お相手さんも。まあ、そりゃそうだ。そりゃそうだ。で、トリトン引っ張ってもらって、あ、やばい。延命下手くそ。いや、待って、これミニペックか。
新エテが間に合う。オッケーオッケーオッケー。いや全然全然全然お耳ピョ入る。入らないんかいお前。なんやねん。なんやねんなんやねん。これ延命するでしょ。もちろん延命します。もちろん延命。ワンチャン竹取り事故る。うい。で、タルがないので、もうヒースピ最強。ヒースピ最強で、無理に攻めなければ多分僕は負けない。全然攻めてないのに勝っちゃったー。やば。ちょっと待って。さすがに、ってなるくないですか。さてはこれ、僕の敵めっちゃ強いですよ、これ。めっちゃ強いですよ、だって。普通に考えて、こんな5連勝できないですよ。しかもこの環境デッキがいっぱいいる中で、結構すごいと思うんですけど、自分でもびっくりしちゃうぐらいね、ちょっと嬉しいですね、と。まあ、いうところで、ぜひね、このデッキ、強いみたいです。本当に。マジで、めっちゃ楽しい、かつ強い、もう最強ですね。はい、ぜひね、お作りください。というわけで、また新環境になったらね、新環境動画も上げれたらいいかなと思います。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。